はい、おはようございます。シドニーのセラピスト庄司です。ペッパとリキがここで寝てます。可愛いですね。最近批判とか悪口とか叩かれるのが怖くって SNS にアップできないんです。そんなこと言われました。確かに人の足を引っ張ることを生きがいにしてるやつらってもう世の中に何パーセントかの割合で確実にいるんですよ。もうそれは事実でしょう。だけどそのたった数パーセントの妬みとか批判が怖くって自分が本当に生きたいような人生を送れないとか自分が本当に言いたいことが言えないっていうことほどもったいないものはないですよ。僕も最近 YouTube おかげさまでチャンネル登録者さんもすごく増えてきてそれはそれですごくありがたいんですけれども批判とか妬みとか悪口とかそねみとかクレームとかイチャモンまでを経験し始めてます。 YouTube ってね匿名の世界だからなんかもう無責任に言っちゃうんですよね。でやけに強気面と向かって言えないようなことも平気でかけちゃいますもんね。だから定期的に言われます。キモいとかうざいとかアホとか消えろとか死ねとか最近もそんなことやってないで自分のこと心配しろよハゲみたいなことを書かれました。怒らないのって思われるかもしれないですけど僕にはそんな感情ほぼほぼゼロですね。そんなに僕偉くないしアホなのは確かなんで。だってそれって幼稚園児がお前の母ちゃんデビーそうって言ってくるのに対して本気で怒るようなもんじゃないですか。もう人間としてのレベルが違うというか住んでる世界が違うというかいわばそういう人たちって批判性に住んでいる批判星人ですからね。地球人とは違う星の人ですからそっとしてあげましょう。まあ過去にリアルでもこの手のことを言われたことがあるから慣れてるっていうのもあるでしょうけれどもこう書かれても僕は何も感情が揺れ動かないですね。もう叩かれた時最高の対策は一つです。完全無視。もうこれに限ります。もうほっといたらええんですよ。間違っても言い返したりしたらあかんですよ。彼らは住んでいる星が違うからもうたとえそれが正論であっても一切話は通じないですからね。言葉は悪いけど言い返すのはゴキブリに餌あげるようなもの。それにあの人たちも基本的にめちゃめちゃに暇なんですよ。めちゃくちゃに暇なんです。人生でのめり込むものがないからやりがいがないからエネルギーが鬱屈して鬱屈して人を叩くっていう人間として最低の行為に出るんですよ。そんな人に餌あげたら飽きません。同じレベルに落としたら相手の思うツボだから完全無視が一番ですよ。基本人はなんで他人を叩くかっていうと大きな理由は2つです。嫉妬と恐怖です。自分が欲しくってたまらないものをもうすでに持っちゃっているから羨ましくって叩くんです。自分ができなかったことをすでにやっちゃっているから恐れて足を引っ張るんです。もうそんな心配しなくても人生を貫く大原則がみんなに平等に降り注ぎますからね。覚えてますか？因果応報の法則。因果応報の法則ですよ。言い換えれば鏡の法則とかブーメランの法則って言われるやつです。もう自分が与えたものは必ず巡り巡って自分に降り注ぐんです。アホって言ったらアホって人から言われるんです。死ねって言ったら死ねって言われるんですよ。もうこれ間違いのない世の中の絶対法則なんでその法則が彼ら彼女らを公正に裁いてくれるから焦る必要全くなし怒る必要全くなし。また納得いかない人をこう考えるといいかも。批判星人は恐れと妬みでいっぱいだって言いましたけれどもそんな人友達いないです。もしくはいたとしても同じように足を引っ張る人たちです。類友の法則ですからね。もちろんそんな交友関係だから人を信用することができない。人を信用することができない自分も信用することができないってことは自信がないっていうこと。自信がないし自分自身もないっていうこと。自信がない人自分自身がない人に人生の成功はありえないです。この成功ってこうを成し遂げるの成功でもいいですけれども幸せになるの感じを当てはめてもいいです。もう自信がない人、自分自身がない人は幸福人生から100万光年離れた存在ですからね。もう心の底から充実した、心の底から安心した成功人生なんて送れるわけないんですよ。それにこの世の中、行動してる人しか成功しないんだから、批判ばっかりしている人に成功は 100% ありえないです。そう、こういう公式が成り立つんですよ。批判をする人イコール不幸。行動する人イコール成功。この構図がえげつないぐらいくっきりはっきりしていくのが人生なんですよ。人生ってめちゃくちゃに平等だから投げかけたものが後々必ず自分に降りかかってくるんですよ。もうブーメランです。人生はえげつないぐらいブーメランです。というわけで今日の一句できました。人生はえげつないほどブーメラン。
そんな感じで今でも差はついてますけど、この先もっともっともっと差がつくことになります。僕はこれからも申し訳ないですけれども、気持ちいい思いもたっぷりするし、美味しいもんも山ほど食います。楽しい仲間たちもたくさん作るし、素晴らしい体験もこの先山ほどします。幸せでゴージャスな人生を歩ませてもらいます。行動する人だから。で、批判する人、その正反対の人生が待ってます。悩み苦しみ不安不信に満ちた人生が待ってます。それが完全に見えているから、僕は怒る気持ちすら起きないんですよ。てかむしろ逆にね、あーかわいそうやなー、なんとか救ってあげたいなーっていう気持ちさえ起きます。まあ後々ですね、他の動画で言おうと思っているんですけれども、僕叩く側の気持ちもわからないではないんですよ。何せ僕元引きこもりですし、元世の中を恨んで生きてましたんでね。そうそう、昔僕も批判成人の住人やったんですよ。だからそこから脱却する方法もそれなりに知ってます。そうですね、まあ近いうちにそんな人向けの動画も作らせてもらいますね。そんな感じで批判している側の人たちも辛いんですよ。気持ちわかります。その人たちにもきついこととか理不尽な体験とかいろいろあってそうなっちゃったわけですよ。かわいそうなんです。だからその辺のことも考えてあげて、多めに見てあげてください。人間許すことで器が大きくなるんだから、批判をされたら人間性を大きくするチャンスだって受け止めてそっとしておいてあげる、それが一番です。ただ僕個人的な話ですが、批判、悪口、嫉妬、それに愚痴、弱音、僕の人生にはそれらネガティブなことをしている時間はもう1秒たりとも残されてません。もう過去に散々してきたんで、そんなことするぐらいだったらもう残された時間、自信を失った人を捕まえて、もうええところ見つけて褒めちぎってあげますよ。お前偉いな、よう頑張ってるなって、励まし続けます。応援し続けます。とにかくもうネガティブの正反対のエネルギー、愛とポジティブのエネルギーを世の中に撒き散らします。なんとかしてね、世の中の笑顔を増やしたいんでね。でもまた俺好感度上げちゃったってわけでまとめると、批判されても叩かれても完全無視が一番ですよ。言い返すとか、いちいち頭に来てイライラするとか、そんな無益な時間は自分のためにならない、もちろん相手のためにもならない。優しく受け入れてそっと無視してあげましょう。叩かれたら、よっしゃ器が大きくなるチャンス来たって受け止めて成長しちゃってください。そして自分がもっと幸せになることに力を注ぐこと。心配しなくてもブーメランの法則が発動して彼ら彼女たちを公正に裁いてくれるから、そういう人たちはそういう人生を送るようになってるんです。だからそんな低レベルなことに頭悩まされる必要全くありませんよって話です。むしろ叩かれるのを恐れて何にもしない人生が一番もったいないから、批判を恐れず自分が本当にやりたいような人生を送ってくださいね。最後に僕が好きな名言4つ差し上げておしまいにしたいと思います。批判を言われている方が主役、僕も大好きな DJ 社長、ウーマンラッシュアワーの村本は、死ねはこんにちはぐらいに思っている。それに、誰かが君の悪口を言うときはいつも羨ましいか恐れているのどちらかだ。君はそいつらが欲しいものを手にしているってことさ。プリンス様、さすがですね。悪口を言われるのは悪口を言いたくなるほど幸運なのよ。瀬戸内寂聴先生でした。それぐらいの気持ちで生きたらいいんです。皆さんは生きたいような人生を生きたらいいんです。みんなで幸せになっていきましょう。シドニーのセラピスト、庄司でした。そしてこれがペパちゃんと力丹でした。さようなら。ではではでは。PC をするときの正しい座り方。これはなんか一瞬で引っ込める。太ももの前が腰痛を作っていたことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりは無知から始まるんですよ。その無知をなんとかして、小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です、大嘘です。これは骨盤の歪みを自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこの時点で結構胸腫れてますね。あとこれはうちの息子のペパくんです。よいよいよラジコよろしくお願いいたします。